こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらもぜひぜひお友達になってください。はい、では今日はですね、非モテ男子がやってしまいがちな NG な言動というお話をさせていただきたいと思います。はい、他の人をね、自分が他の人をはためから見て、ああこの人モテないだろうなーみたいに思うことってありませんか？で、自分のことはわからないけど、人のことって結構多くの人って目についたり、あ、客観的に見ることができるから、ああこれダメなんだろうなーとか、ああそれやっちゃってるなーっていうのをはためからのと、ね、客観視してみるとわかる。なのに自分だと全然わかんなくなってしまうってことってすごくたくさんあります。そしてその言葉一つで女性っていうのはあなたのことを好きになったり、あなたのことを一気に大嫌いになっちゃったりしますので、ぜひこれだけは言ってはいけないよっていう大事な大事な大事な NG ワードっていうのを今日はお話をさせていただきたいと思います。はい、では概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらね、オンラインサロン、無料のオンラインサロンとかもあって、ゲリラライブとかもやってますので、ぜひぜひお友達になってください。この動画がいいなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録と高評価もお願いします。はい、では絶対に言ってはダメな言動、これ3つ今日はお話をさせていただきたいと思います。まず、よく男性がやってしまいがちな NG 言葉で、男性が女性のことを気遣っている、気遣って言った言葉が女性にとってはすごく嫌だ、ね、何なのこの人っていう風にマイナスに取られちゃう時があります。正直これっていうのは女性側の問題であって、男性が悪いわけではない。なんだけれども、女性はそうやって思ってしまう。分かっていたらなるべく言わない方が地雷になってしまいますので気をつけてください。それは一体何かというと、疲れてるっていう言葉です。で、これすごく大事なのが、疲れてるって聞くのって、まずね、20代の後半ぐらいまでは大丈夫です。で、20代の後半ぐらいまでの女性に疲れてるって聞いたら、あ、優しい人だなって思うようです。なんですけれども、だんだんアラサー以降になってくると、疲れているっていう言葉を言われた時に、頭の中でやつれてるっていう風に解釈しちゃうんですね。あなたはやつれてるだなんて一言も言ってないんだけれども、やっぱり女性っていうのは年を重ねていくと、だんだん肌の衰えを感じてくるわけです。そして肌というものに関して女性はすごく気をつけていますね。私も今日は化粧水で、ね、美容液だったり化粧水だったりクリームだったり、ね、なんかいろいろ使ってるわけですよね。その肌というものに関して敏感なんですよ。で、疲れてるっていうことは血色が悪いとか肌の色が悪いとか、要は健康的な血色のあるピカピカした、ツヤツヤしたお肌ではないよねっていう風に勝手に解釈するんですね。そして私が例えば疲れていない時に疲れてるって聞かれたとすると、老けたっていう風にも解釈できちゃうんですよ。なので男性がね、あなたが気を使って、なんか今日元気なさそうだなとか、なんか今日ツヤがあんまりないなって思った時であったとしても、疲れてるっていう言葉は絶対に言っちゃダメなんですよ。もう NG、禁止、この言葉。これを言われて傷ついてる女性たちはもう何にも何にも何にも、私もね、思いましたけど、何人も見てますので、疲れているっていうことは絶対に言わないようにしてください。そして二つ目はですね、大雑把に褒めるというところです。例えば大雑把に褒めるということはすごく大事なんですけれども、大雑把、例えばなんかこう誰にでも言っているような言葉っていうのは女性は嬉しいなとは思うんだけれども、でも結構大雑把に、ね、なんかちゃんと見てないで誰にでも言っている、誰でも言えるような言葉っていうのを発しているんだろうっていうふうに思います。例えば可愛いねって言われるより、笑顔が可愛いねっていう風に言われた方が、女性はすごく嬉しく感じるんです。ただですよ、ただ若い女性は逆にピンポイントで褒めた方が嫌だと思うらしいです。
例えば笑顔が可愛いねって言われたら、笑顔じゃない顔は可愛くないのっていう風に思うらしいんですよ。だけどアラサーアラフォーぐらいになってくると、いや笑顔が可愛いねって言われる方が嬉しい、大雑把に可愛いねって言われるよりも、あ、ジュリちゃんの笑った顔がすごく可愛いねって言われる方が、あ、私のところを、私のことをすごくたくさん見てくれてるんだとか、私の細かいところを見てくれてるんだとか、そういうことに対して安心感を覚えたりするんですよ。だからもうアラサーアラフォー以降の女性っていうのはすごく細かく褒める、例えば足綺麗だね、まあ、あんまり身体的な、ね、ことは褒めない方がいいけれども、指先が綺麗だねとか、そういうのは意外と嬉しい、ね、手が綺麗だねとかね、結構褒めてくれる人いて嬉しくてありがとうございます。爪が可愛いねとか、手が綺麗だねとか、指が長いねとか言われる方がね、結構まあ年を重ねた女性は嬉しいんだけれども、でも若い子はね、手が可愛いねとか言うと手以外は可愛くないのかって思う人が多いらしいです。ね、私はちょっと過去のことなんで忘れてしまいましたけど、なので本当に年代によって褒め方っていうのも変わってきますので、なのでそれを知らないで大雑把にね、褒めたらなんか私じゃなくて違う人にも言ってるような褒め言葉なんだろうな、ふんみたいな風に思われちゃう可能性もある。だけど若い子にとっては細かく褒めてみたら意外となんか嫌な感じ、嫌な顔されちゃって、え、それ以外は可愛くないんですかみたいな風にへそを曲げてしまう可能性がある。だから年代によってもその褒め方っていうのをちょっとね工夫していった方が、よりよくいろんな幅の世代の人に好かれていくんじゃないかなと思います。今ね、年齢重ねている人でも綺麗な女性たくさんいますので、そこはこう相手を見ながら大雑把に褒めたりとか細かく褒めたりとか、あとははたまた人によってその感じ方っていうのも変わってきますので、まず大雑把に褒めてみて喜んだら相手をもうちょっと細かく褒めてみるっていう、そのステップを踏むっていうのも大事かなと思います。はい、そして3つ目、話を聞いていないです。ね、よく多くの男性は話を聞いていると思っているんですけれども、上の空の人って結構たくさんいるんですよね。次の話何しようかな、ね、会話をしている間に次何話そうかなとか、こういう場合なんて言おうかなとか、相手の言葉を聞いているのではなくて、自分が何をしよう、話そうか、何を話そうか、ね、これ話聞いてないですよ。何を話そうかっていうことを考えてしまっている人ってすごく多かったりするんですね。で、女性っていうのは、その相手がどういう風な状態で聞いているのかっていうのを、すごく把握するのが得意なんですよ。相手が興味ありそうなのかな、相手が興味なさそうなのかなっていうのを、相手の表情だったりとか、言葉数だったりとか、前のめりの姿勢だったりとかっていうのを見ながら感じることができやすいですね。でも男性はそれをちょっとね、把握する、察するという力が女性に、ね、よりは長けてはいない脳みそを持っていますので、相手がどういう状態で聞いているのかっていうのが分かんなかったりするんですよ。だから自分は、あ、そうだねそうだねみたいな感じで話を聞いているふりをしていて、それがふりだとバレていないと思いがちなんですけれども、女性っていうのは、あ、本当に楽しそうに聞いてくれている時と、ただ、あ、そうだねいいねすごいねっていう風になんかこっちからこっちに流して聞いてくれてるのかなっていうのは逐一感じることができます。なのでぜひね、自分が何を話そうって考えるのではなくて、相手の女性の言葉をしっかり聞いて、それに対して答えるっていうことをやっていかないと、女性から嫌われてしまうね、大きな大きな要因の一つになってしまいますので、ぜひ会話っていうところを心がけていただければと思います。はい、じゃあおさらいしますね。まず1つ目、疲れているっていう言葉は絶対に言っちゃダメです。特にアラサー以降の女性に疲れているは禁句ですので、絶対に言わないようにしてください。そして2つ目、大雑把に褒める。大雑把に褒めていいのは20代まで、で30代以降は細かく、ね、褒める、ね、指が綺麗だねとかね、目がキラキラしてるねみたいな感じで、大雑把ではなくて細かく褒めてあげた方がいいです。
そして3つ目、話を聞いてない。これも全然ダメです。話はちゃんと会話っていうのをしてください。次自分が何を話そうかと考えるのではなくて、相手の言葉を聞いたことに対してリアクションをするっていうことを心がけていってください。じゃないとバレてしまって嫌われてしまいますので、ぜひぜひ頭に入れておいてくださいね。はい、ではこの動画が役に立つことを嬉しいなと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。